こんにちは。センター CLR のビデオメイキングアーカイブ IL2C の第27回を始めたいと思います。よろしくお願いします。今回は、前回の続きですね。バリュータイプのサポート、スタティックメソッド内からスタティックフィールドへアクセスしているところですね。アクセスしているその IL の命令、ロード S フィールド命令はサポートできたと。で、それでコードして対象となるその、代入式ですね。そいつをソースコードに出力するとこまではできたんですが、出力されたソースコードがその参照しているシンボルですね。これの定義が見つからないと。ということで、そのままではビルドできないので、ソースコードの先頭付近にですね、これに対応するシンボル名を出力する必要があるということが分かったところですね。なので、実際にそのシンボルを、ソースコード上に、出力したいという感じですね。C シャープで書くところの、例えばですけど、ストラクトをゲットという構造体があり、そこの中にパブリック、スタティック、例えばイント、バリュー1、それからパブリック、スタティック、ロング、バリュー、こういう定義があった場合に、これが対応する C のコードとして、なんか最初にインクルードがありますよね。インクルードみたいなのがあり、その後ですね、関数のボディが来る前だと思うんですけども、そこら辺にですね、これ名前空間がいりますね。名前空間ね、スペース、テストとみたいな、名前空間だとするならば、テストアンダースコア、オゲアンダースコア、バリュー1とか、イント64キーテストアンダースコアオゲアンダースコアバリュー2と、こういう行を出力してやれば、そうすればスタティックなそのフィールドですねに対応するものが、C 言語のソースコードではグローバル変数になるんですけども、グローバル変数として存在ができるようになるということですね。なので、こいつを出力する必要があります。で、あと、これの後に、関数、実際にここにパブリックスタティックで例えばイントのレゾット1みたいなものがあれば、ここにそれが出力されるんです。もうここはできてるんで省略しますけど、こんな感じですね。そうすると、解析が終わった後じゃないとここに何を出力すべきかわからないですよね。なので解析している途中でどんなフィールドへの参照があったのかっていうのを、調べておく必要があると。で、その使ったフィールドへのアクセスがあるたびに、それを記録しておき、いざソースコードが出力されるという段階になった時に、先頭、インクルードが終わった後ぐらいにバーンと全部それを抽出すると、出力するという流れでいけばできそうですね。はい、ということでどうやるかなんですけど、この間実装した、ロードフィールドコンバータ
ですね。ここ、まあ、UTT で外出ししてるんですが、こいつらが、独立した、メソッドでこの、処理をしてます。ここの中でなら、どんなシンボルを、出力すべきかっていうのがわかりますね。これがそうですね。FQ フィールドネームというのがそうです。これは、UTTs の get フルメンバーネームから、フィールドネームを取得して、まあ、そいつをアンダースコアに変えているということですね。で、必要になるのが2つあって、必要になる情報が2つあって、1つは型名ですね。これは、タイプクラスのインスタンスがあれば、UTT メソッドがあるので、それを呼び出せば、正しい型名になるという感じですね。そしてもう1つが、フリークオリファイドネーム。FQN と呼んでますけど、まあ、仮に、これは、なんていうんですか、オフィシャルな名前じゃなくて、僕が勝手につけてるんですけど、フリークオリファイドネームの2つの種類、2つの情報が必要ですね、タイプ。なので、こいつを、まあ、どこかへ記憶する。で、IL を解析しながら、どこかにその情報を格納しなきゃいけない、その場所というのは、まあ、今のところ、共通で使えるのは、この例によってデコードコンテキストの中ですね。ここの中に蓄えていって、で、後でその情報を使って、出力するという流れになりますね。で、デコードコンテキストは、こいつはすでになんかちょっと、クラスとしてはですね、役割がいろんな役割を持って、ていてあんまり好ましくないんですけど、今のところそこに収めるのが一番なんていうんですか、その手っ取り早いというか、いろんなところに手を加えずに済むので、まあここへ足すしかないかなという感じですね。リファクタリングでこの辺の役割を分離しようと思っても相互に絡まっていて、なかなか難しいかな。そのもし分離できるとしたら、まあ IL バイツの操作ですね。フェッチフェッチバイトとか、フェッチユーイント32とか、あの辺と、この IL バイツの管理ぐらいは別のクラスに分離できるかもしれないですけど、あとのやつは、IL コンバーターが、とある機能を必要としたり、必要としなかったりするので、それをなんか引数で分けて与えるわけにはいかないので、共通化されている関係で。なので、まあ、ここに足すしかないかなという感じですね。で、現状でも何か、全部の処理をし終わった後、何かやっていたようなラベルのあたりだったかな。ちょっと、自分でも少し記憶がないんですが、どれだったかな。はい、来ませんね。ちょっと待ってくださいね。いつも拡大して見せるツールを使っているんですけど、そいつがロードされてない。いつもスッて拡大したりしてるのって、SIS インターナルズのツールの中にズームイットっていうツールがあるんで、これを私は使ってます。で、これでね、コントロール4とかやるとこんな感じで拡大できます。はい、それだけです。すいません。で、どれだったかな？コンバーターの中だったかな？コンバーターの中で、最初にインクルード文を出し、その次に関数パラメータを出力してます。で、そうですね。最初に、ローカル変数はもうすぐ手元にあるから、ローカル変数の定義は出せる。だけど、スタックですね。スタック用のローカル変数の定義というのは、全部のデコードパス、パスを解析して、で、なんていうんですか、その、全部の実行パスを解析した後じゃないと、スタックとして、何が必要なのかっていうのがわからないので、全部を解析します。このあたりがそうですね。で、その後、これですね。レコードコンテキストの、エクストラクトスタックスで、それらをすべて、抽出して網羅させてるという感じですね。なので、流れとしてはこれと同じような感じで、なんか、エクストラクトなんとかっていうのを、
呼び出せばその情報がすべて手に入るというような流れにしますか。で今必要となっているのはシンボルの型ですね。それから、FQN、フリークオリファイドネームの対あの名前のペアですね。でそれってなんかスタックインフォメーションと似てるんですよね。これ見るとスタックインフォメーションもシンボル名を持ってますね。フリークオリファイドネームに対応します。そしてタイプも持ってますね。ターゲットタイプということはですね、まあこれを使い回せるようにするのがいいのかな。今スタックインフォメーションっていう名前になってますけど、もうちょっと例えばなんだろうね、シンボルインフォメーションっていう名前にしますか。そうすればまあスタックとは限らないあの汎用に使えるものだし、先頭が S で同じなので SI とかあの省略しているところでも同じようにあの名前までリファクタリングしなくても済むので、そうしましょうか。シンボルインフォメーションでこういうふうに、リファクタリングします。もうこれも機械的に置き換わるのでこれでよしということですね。なので私たちは今目の前で作ったこのシンボルインフォメーションを使って先ほど言ったものを実装すればいいということですね。じゃあまず、デコードコンテキストにその、口を最後にあの、この情報を取得するための口を作っておきましょうか。で一つはエクストラクトスタックスで、取れますと、スタックの情報は。でその他に、エクストラクトスタティックなんでしょうね。スタティックフィールズですかね。こんな感じ？フィールズ。うん。で、これと同じようにシンボルの、リストが得られるみたいな感じにしますかね。で、次に、内部は、別にスタックの情報を収集するわけではないので、ここは一旦消して、で、その収集済みの、情報を、ここから取れるようにするんですが、この情報って今からまだ今ないんですけど、今からその IL を解析中にその参照されたすべてのシンボルをコンテキストの中に保存しておくんですね。そうすると全く同じシンボルを何度も何度も参照する可能性がありますよね、 IL の中から。まあ、その度に例えば単純なリストだとあとあとすると重複してしまうので、なのでそうですね、FQN をキーにして、タイプが取れるみたいな辞書にしておきますか。でその辞書が内部に格納されていて、さっきのエクストラクトフィールズスタティックフィールズですね。あれを呼び出した時に、まあ、その辞書を、遮影して、で、シンボルインフォメーションが取れるように、そういうふうにし、そういうような式をここに書くことにしましょう。イメージ湧きにくいかもしれないんで、ちょっと仮にここに書きますけど、プライベートで辞書を持ちます。で、シンボルの名前ですね。それから、それに対応する型を持つと。スタックフィールズみたいな感じで、辞書を用意しておきますと。で、これはまあ、後で、ここにどん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 情報が蓄積されるような感じなんですが、これを、ここでエクストラクトスタティックフィールズってやられたら、ここで遮影します。エントリー。シンボルインフォメーションに遮影します。エントリーの、キーがシンボル名ですね。そしてエントリーのバリュー。これでいいですね。これでエクストラクトスタティックフィールズは実装できたと。で、まあ、こいつは、集めてある場所があるので、そっちへ移動しときます。この辺ですね。フィールド、フィールズというリージョンを切ってあるので、ここの中に、移しておきます、スタティックのリストがなんかここにあるので、このそばに置いておきますか。こんな感じでね。
で、ここまではいいけど、このスタティックフィールズに、情報をアットしていかなきゃいけないけど、そのアットする口がないですね。それは、スタックリストはどうしていたかというと、この辺でアットしてますね。プッシュスタックを呼び出したときに、スタックの場合は、プッシュスタックを呼び出したときに、アットしていると。じゃあ、同じように、ポップスタックで、パスの解析の前あたりに入れますか。スタティックフィールズ。スタティックフィールド。で、パブリックボイド、アットスタティックフィールド。で、ストリングのシンボルネーム、タイプのタイプと。ちょっと名詞的にフィールドタイプにしておきましょうか。こんな感じですね。こう。で、ここでは、一応重複して定義してないかどうか。いや、重複して定義してもいいんですけど、型が一緒かどうかは見ておく必要があって、同じシンボル名で違う型を登録しようとしたら、それは明らかにおかしい。で、そういう可能性は、与えられる IL にとってあり得るのかと言われると、要するに不正な IL でもってそういう状況が起きうるかと言われると、起きえます。ね、なんだ、どこだったかな、どれだっけ、あ、そうか、ロードフィールド、ロード S フィールドの、参照するフィールドと、それから、でもな、大きくんかな、そんなこと。参照する方、なんか起きるとは思えないですね。どういうことかというと、ロードフィールドは、テストコードを見た方がいいかな。まあ、例えば、この式。これですね、フィールド0を参照している式なんですけど、これがまあ、複数の IL から、このフィールド0というのを参照しているコードがあるとします。複数あるとします。で、それらが、アクセスしているからといって、そこの先、参照している、これの参照先の型が、これイントって書いてありますけど、イントって取れたり、ストリングって取れたり、要するにバラバラになるって可能性はまずありえないですね。なぜかというと、その IL には、きっと、メタデータトークンが含まれてますよね。このフィールドを表す。で、そのメタデータトークンから、このフィールドインフォを取り出したら絶対同じになるはずですよね。これが、この前提が間違ってたら、どう考えてもこの IL2C のプログラムが間違ってる可能性があるので、ここは、例外にするんじゃなくて、単にアサートを引っ掛けとけばいいですね。どういうふうにするかというと、スタティックフィールズの、どうしようかな、スタティックフィールズ、じゃあですね、こうしましょうか。こいつからトライゲットバリューします、シンボルネームで。で、アウト、バー、タイプと。こいつが取れた場合、で、バックアサート、タイプが、フィールドタイプと一緒であるということを確認すると。で、取れなかった場合は、こいつにアットします。シンボルネームと、フィールドタイプと。いう情報を格納するっていうふうにしておきますか。そうすれば、まあ、なんか異常があれば、ここに引っかかるし、そうでなければ、アットされるってことですね。ちょっとこれ、
デバッグビルドじゃないとここがスルーするようになって効率がいいかと言われる と、このトライゲットバリューで失敗した場合にもう一度アットするんで実はあんまり効率は良くないというかですね、本当はこう書きたいですね。デバッグエルスこうしといて、単に、ごめんなさい、逆でした。デバッグの時だけこれになり、リリースの時には、スタティックフィールズのシンボルネームイコールフィールドタイプみたいに常に格納するようにしとけば、重複したとしても単に置き換わるだけなので問題ないみたいな話になりますね。こうしておきましょうか。はい。で、これで、情報を格納する口ができたので、では、ロードフィールドのここの実装のところでデータコンテキスト手元にあるので、これを使って情報の登録をしておきましょうか。登録する情報の、情報は、ターゲットタイプは得られてますね。それから、フィールドネームも、これで取れてますと。まあ一応、後々なんかあるかもしれないので、この、なんていうんですか、アンダースコアに変換する前の名前で格納しておきますと。まあターゲットタイプもね、これ、いわゆる C 言語の型表現ではなくって、元のタイプクラスとそのままインスタンスを取っているので、これを両方格納するので、両方ともオリジナルの、値を、辞書に登録しておくと。まあ、いつでも変換はできるんでね、この辺の呼び出せば。なので、そういう方針でいきましょう。ということで、ここで、得られた、フィールドの参照、そうですね。スタックにプッシュする型とは関係ないですね。記録すべき、型はあくまでも、フィールドの型ですね。まあ、この辺ややこしい。本当にややこしいですね。ごめんなさい。コンテキストの、アットスタティックフィールドで、で、ここで、フィールドネームと、それからターゲットタイプ。を登録しておくと。はい、いいですね。これ今のところスタティックフィールドしか対応してないので、念のためアサートしておきますか。あとで、インスタンスフィールドに、インスタンスフィールドに対応させるのを忘れるといけないので、ですね、ちょっと待って、こうか。アサート。フィールドの is static、ありますね。はい。これアサートしておきましょうか。これで直し忘れてるとここで引っかかるんで、多分わかると思います。こんな感じですかね。大丈夫ですかね。ちなみに、フィールドに対する、パブリックとかプライベート。これ今ずっと話を簡単にするために、この、スコープですね。スコープを決めているこの要約を、パブリックっていう前提でずっと話してきました。例えば、これがプライベートだったらどうなるのか。生成すべき、C のコードには、どういう変更を加えなければいけないのか。っていうことを考えるんですが、まず一つ変えなくてもいいっていう考え方があります。で、なぜかというと、たとえこれプライベートであろうが、これを保存するインスタンスはどこかに作っておかなければいけないです。なので、少なくとも何らかの型が一致するフィールドは出力する必要があります。で、まあ、あとですね、まあ、プライベートなんだから、このメソッドというか、まあ、この、構造体ですね。この構造体の中だけでしかアクセスできないように本当はしたい。本当はしたいけど、
C にはそれを強制するための言語レベル の, あの機能がないですね。なんで、まあ、あの禁止しようと思ってもどうしようもない。あえてやるとしたら、例えばプライベートになっていたら、まあなんかこのシンボル名を分かりやすく先頭になんかアンダースコアアンダースコアプライベートとかアンダースコアテストフォゲバリュー2みたいな、こういうなんかちょっと汚い名前にしておく。あの汚い名前っていう、あのダーティーネームっていうのは、あのこの測れた C のソースコードと、こうなんか人間が何かそれに付随するソースコードを手で書いたときに、誤ってプライベートのフィールドにアクセスしないように、こうアンダースコアアンダースコアプライベートと書いてあれば、まず先頭にアンダースコアがついているので、あのこう触りにくい、なんかあのこれはあの普通ではないなというのがはっきりわかる。それから明示的にそのプライベートと書いてあるので、あ、これプライベート、あのプライベートメンバーかというようなことがわかるので、まあこういうふうに汚らしくあのするっていう方法があります。同じように今あのメソッドもずっとパブリックって話をしてたんですけど、これもだからもしプライベートとかインターナルとかいうふうにするんだったら、なんかそこに出力される、C の関数の名前もこういう汚らしい名前にあのしてやれば、そのことにあの人間の方が気づきやすくなりますよね。まあだからそういうあの工夫は後でしてやってもいいかなと思うんですけど、ここの部分ってそんなにあの負担にならないような気がします。このシンボル名をあの出力するところ、前回やりましたね、共通化しました。あのメンバーインフォから、名前をあの取得するみたいな。で、あそこであのメンバーインフォからそのプライベートなメンバーなのかどうかとかいうのを計算して、プライベートだったらこう先頭にプライベートってつけるとかいうようなコードをあの書いておけば、そうすれば自動的に全てに対してあのこのシンボルの参照にプライベートとかつくようになるんで、まあ、対応はそんなに大変じゃないかなと思っているので、まあ、あのトピックとしてこういうことはあのこういうことがあり、これはそういうふうに解決できるっていうことだけちょっと覚えておいて、まあ、すぐやるのは別にあの今すぐやらなくてもいいかなと思ってます。はい、あのまあなんか考慮点としてそういうことがあるという感じですね。まあ後々やることになるかなと思います。はい、これで、まあ、スタティックについてしか、あの、今のところ対応してないというのと、それを、あの、思い起こすための、デバッグアサートを入れておきましたと。はい、そして、スタティックのフィールドがコンテキストに蓄積されていきます。じゃあ、コンバーターの方で、パスの解析をすべて行った後、今のコードですね。今のコードを出力しないといけないですね。ここで、エクストラクトスタックスに、スタック出力のコードの、あの、ひな型というか、こんなのあるので、これをまあ参考に同じような感じで実装します。今度はエクストラクトスタティックフィールズですね。これをアクセスすると、シンボルインフォメーションが取れます。これを元に、シンボル、あれですね、グローバル変数の定義を出力すればいいということですね。で、出力の仕方は、結局、インデント挟んで、C ランゲージタイプネームを出力し、そしてシンボルネームを出力するという、まあ、あれですね、あの、スタックと全く一緒ですね。問題は、これを出力する位置を、関数の定義の前に持ってこないといけないですね。で、今ね、関数定義ってすでに上で出してるんですね、こんな感じで。ローカル変数の定義もそうですし、それから、これが関数の定義ですね。まあ、この辺からがそうですね。で、この上が、インクルード文ですね。なので、インクルード2つ出して、その後、あの、1行開業して、で、そこから、出力が始まっているので、ここをまるっと後ろの方へ持ってきてですね、こんな感じかな。これ一旦削除します。そして、この2行、3行を出した時点でパスの解析を全部やって、やり終わったら、スタティックフィールドをここに出力し、その後から、
関数の出力を行うみたいに、ちょっと後ろへずらしますね。こんな感じでいいかな。ちょっとここ、間に余分に1行出ちゃうかな。どうしようかな。こいつが存在するかどうかってことですね。存在、それを言うなら、ローカル変数定義ももしないとからの行が出力されるけど、今テストしているものではそれは一個もないから、まあ、たまたまなんかうまくいってる感じですね。あと、スタック操作も今、たまたまないから、なんか1行開業されても綺麗にいってる感じですね。何を気にしているかというと、既存の、テストコードを全部直さなきゃいけないかという話なんですけど、ここに開業が1行あると、仮にスタティックフィールドの定義が全くなくても1行開業されてしまうので、そうすると今のテストコードは、その余分な開業入ってないから全部 NG になると思うんですよ。それを回避したい。まあ単純にやるなら、まあこういう感じですかね。ちょっと汚いコードですけど、1行でも存在する場合だけちょっと開業こう入れる、こういう感じですかね。まあこれいいか、ここはこんな感じにしておきましょうか。よし、じゃあこれでできたはずなので、もう一度最初やってたテストを走らせてみましょうか。これですね。ではテスト。はい、ソースコードのところに来ました。で、ここで中身を見ます。ああ、惜しいですね。インデントいらなかったですね。でも、ちゃんと、こう、インクルードの次のとこから2つ必要となるシンボルがこんな感じで出力されてますね。で、それから、関数の本体が出てます。ここは変わってないはずですが、この、これですね、フィールド0とフィールド1への参照がこういうふうにできるようになっているということなので、このコードはコンパイルできるようになっているはずですね。はい。さあ、インデントの問題もそうなんですけど、ちょっとこれを見て、そういえば忘れてたなと思って気がついたんですが、このグローバル変数はいつ初期化されるのかと。いう感じですね。これ何も値が代入されていないので、どうだったかな、処理系によるの、よるんだったかな、未初期化っていう扱いになってたかもしれないですね、ひょっとすると。本当はなんかここの後ろにイコール0とか、なんか、値が入っていた方がいいような気がしますね。なるほど。そのね、初期化する値を何にするかというのも結構難しい問題で、ユーティリティに、ニューメリックプリミティブっていう、メソッドを追加してたと思います。あれを使えば、こいつが少なくとも数値かどうか、数値型かどうかわかる。この int32t なのか、int64t なのか、なんか数値型なのか、それ以外のものなのかがわかるので、それを使って数値型だったらもうここにイコール0って固定的に書けば、まあそれで初期化はできるような気がしますね。まあとりあえずそうしておいて、もっと複雑な方が、フィールドとして定義された場合は、そこへの代入式をどう表現するかっていうのは、まあその時に考えますか。と、あと、このインデントですね。このインデントいらないので削除すると。はい。じゃあ、そういう感じでやりましょう。インデントは簡単で、コンバーターでさっきインデントを入れちゃったところを、入れなければいいですね。このエクストラクトスタティックフィールズで出しているこれですね。これがいらないので、こうしてインデントを削除すれば、まあこれでいいですね。それから、じゃあ、どうしたらいいかな。
イコールで代入か。ここですよね。ここ、ここを、例えばですけど、まあ、イニシャライザーとかいう名前で、で、utility の、is numeric primitive。これでターゲットタイプ手元にあるんで、これを使って、もし数値型だったら、イコール0みたいな文字列。そうじゃなければ、とりあえず空にしときますかね。で、このイニシャライザーにそのイニシャライズすべき、文字列が入っているので、これをこういうふうに出力すると。こんな感じでいいですかね。本当悩ましいですよね。これ、ターゲットタイプが、まあ今もちろんサポートしてないですけど、例えば文字列とかだったら、ここはイコールダブルコート、ダブルコート閉じ、ダブルコート2つかな ?2 つとかにしなきゃいけないのかみたいな。じゃあもっと複雑なのだったら大丈夫なのみたいな。なんかいろいろもやもやありますよね。特になんか複雑な方だと、C シャープで想定しているのって、どういう風に型定義しようが、そのフィールド、スタティックなフィールドって、存在した時点で中身は、まあなんかゼロクリアされているというか、まあ要するにクリーンな状態になっていることが前提になってますよね。で、C 言語の場合、未初期化だったりするので、そこの表現の差をちゃんと埋めなきゃいけないっていうのがあるので、なかなか難しいですよね。まあちょっと今それを考えてもしょうがないので、まあこれはこれでいいことにします。じゃあもう一回、テストコードを走らせてみます。はい、来ました。で、中身を見ると、こんな感じですね。あ、ちゃんと、0。入ってますね。初期値として、ね、0が入っていると。でも、あとは一緒ですね。まあ、こんな感じで、まあ、うまくいったんじゃないかなと。なので、ちょっとこれをコピーしてですね、実際に C の、コードとしてコンパイルできるかどうかっていうのを確認してみましょう。ターゲットコード。ここですね。ここに、ペーストします。うわ、なんか真っ赤になってますね。あ忘れてますね、ここ。ピリオドなんです。アンダースコアに直してない。ああ、やっぱり間違っていた。じゃあ、ちょっとソースコードとしては戻して、それから、コンバーターのところですね。コンバーターのところで、C ランゲージタイプネームはいいと。シンボル名ですね。ここを直さないといけない。ここを直さないといけない。リプレース。これ、あれですね。シンボル名に対するリプレースね。なんかちょっと、どうなんだろうなっていう気がしますね。いや、というのは、これ、シンボルインフォメーションに、なんかそういうプロパティを作っちゃえばいいんじゃないかなっていう気も、今、ちょっとだけしてるんですよ。どうしようかな。この変換をやってるところは他にどのぐらいあるかですね。これは、どこ行ったかな。これか。あ、ちゃうな。エディットで、アドバンスド、あれや、検索ウィンドウはどっか行っちゃった。どれだっけ。あ、ファインダー&リプレイス。そうだった、これだ。こいつをちょっと、これでいいか。こんな感じ。で、ここで、探してみます。そうすると、4箇所ぐらいですかね。で、まあ、これ、シンボル名のところと、このメソッド名の変換のところですね。これは、メソッド名がどっから来るかというと、これどっから来るんだったかな。
あ、そうかそうか。これはあれですね。引数から組むんですね。なので、ここはしょうがないか。シンボル、リターンタイプとメソッド名で、シンボルインフォメーションに入れて渡すってことが、まあ、できなくはないけど、ちょっと微妙かな。あとは、これのメソッド名はフルメンバーネームから取得している、メソッド。まあ、なんとなく、まあ、共通化した方がいいかもって今一瞬思いましたけど、まあ、このままでいいですかね。なんか、使われ方がちょっと違うんで、まあ、そのうち、なんか UTT メソッドに相当出ししてもいいかもしれないですね。なんか、これを至るところでやるようになったら。まあ今のところこのままでいいことにしましょう。ということで、もう一度テストを動かします。はい、来ました。ここで、こんな感じですかね。アンダースコアになってますね。ここと、ここと、ここですね。じゃあ、こいつを、C のコードの方に持っていきます。止めて、ターゲットコードを置き換えて、あ、エラー出てないですね。で、こっちの、ここのシンボル参照もちゃんと一致してますね。うん、いけそうじゃないですか。で、これを、メインの方から呼び出すと。こいつの、int64t のバリュー。こんな感じですね。で、もともと、どういうコードなんだっけこれですね。フィールド0とフィールド1を足しています。でもまあ結局こいつも未初期化というかまあ0が入っているので0足す0は0になるはずですね。ちょっとなんかひねりがなさすぎて面白くないですね。まあしょうがないか。こいつは結果的に0になるはずと。こういう感じかな。はい。じゃあ、C のコードを実行してみましょうか。そのままいけるかな。はい、来ました。実行します。そうするとバリューは0ですね。0なので問題なく終了と。はい。つまんないですね。C シャープで、ここに式かけたかな？リテラルなんかかけたんだったかな？1とか、2とか。あ、かけますね。大丈夫ですね。そうすると、これって、初期値1とか2になるんで、このメソッドって、1たす2は3で、3が返ってくるようになりますよね。で、当然、現在は、両方とも、初期値が0になっている。C のコードとしては0になっているので、もしこういうアサートを書いても、これは NG になりますね。じゃあ、これができるようにしますか。今の、スタティックな初期値がちゃんと反映される。これ1とか2とか書いてあるんで、理想的には C のソースコードでも、ここが1になって、ここが2になれば、ついつま合うわけですよね。C のコード実行してみましょうか。これならばアサートが3で一致するので問題ないですね。エラー出ないです。ということで、それをやりましょうか。どうすればいいかというとですね。ああ、結構、これはあれですね。わかるんだけど、めんどくさいな。ですね、コンバーターで、先ほど、ローカルじゃない。これですね。スタティックフィールドの値を、
取り出してここから式を書いていました。でこのあれですね、あのイニシャライザーをまあこんな感じで定義してるんですが、ああこれなあどうしようかなあ。まず一つ言えることは、このエクストラクトスタティックフィールズで、取得できるのってシンボルインフォメーションなんですけど、これじゃ情報足りないってことですね。シンボルインフォメーションには、型、タイプ、ターゲットタイプと、それから名前、シンボルネーム。この二つの値が格納されているんだけど、もう一つ、その初期値みたいなものが必要ってことですね。そうすると、今、このスタティックフィールズの情報としてシンボルインフォメーションっていうのを、まあ、流用したんですけど、なんか、結局また別で作らないといけないかな。これですね。この方。じゃあ、まず、シンボルインフォメーションは、シンボルインフォメーションではなく、今ね、フィールドインフォメーションかと思ったんですよ。こういう感じ。なんですが、フィールドインフォメーションって、要するにリフレクションのフィールドインフォと一緒じゃねえのって今思ったんですよ。で、それは満たされるかっていうと、満たされますね。あー、なるほど。ごめんなさいね。ちょっと今コピペで作りましたけど、もう一回消して。つまりこういうこと。エクストラクトスタティックフィールズってやると、ここにはフィールドインフォが返ってくる。こう。スペルが違いました。フィールドインフォが抽出されるみたいなイメージ。もしこうなるんであれば、こいつの呼び出し元の方は、ここ、フィールドインフォが得られますと。で、フィールドインフォの、フィールドタイプが対象ですと。それから、これもそうですね。ちょっと今、先に機械的に置き換えてますけど、これで型名を変換します。なおかつ、フィールドの、シンボル名だけが問題か。あ、まあでもこれも、あれですね、UTT 使って変換すればいいですね。フィールド、UTTs の、get full member name を使って、フィールドインフォを渡してやると、そうすると、フルの名前が得られるので、まあちょっと効率は悪いですけど、また変換してるので。で、リプレイすれば正しい名前になります。問題はこのイニシャライザーのとこなんですけど、ここは、どうしますかね。例によって数値型以外がどんな風になるべきかは今全然わからないので、しかもちょっとどうすべきかよくわかんないな。これ、じゃあちょっと一回消して、こうしといて、フィールドインフォが、UTTs の、is numeric primitive、フィールドインフォのフィールドタイプが、数値型ならっていう条件で、なおかつ、これ、エクストラクトスタティックフィールズなんで、まあ、スタティックな値が取れているという大前提はあります。念のため、ここでアサートしておきましょうか。fi の s スタティックは必ず取るようになってなければいけない。それからですね、初期値がリテラルで与えられているかどうかという話があるんですが、リテラルかどうかじゃないか。リテラルの可能性もあるんですけど、スタティックで値がそのまま渡されている可能性もあり得るのか。どういうことかというとですね、まず、フィールドインフォの情報に、いくつか取れる情報があります。
まずスタティックであることは確実ですね。ここでアサートしました。でそれからリテラルっていうのがあるんですよ。イズリテラル、これが例えばコンストフィールドの場合、このイズリテラルがトゥルーになります。でこの場合は含めてもいいですよね。これは多分そのイニシャライザーの式に変換できます。もう一つがスタティックっていうだけでいいのかな。難しいですね。今いいのかもしれないですね。スタティックイズリテラル、イニットオンリーがあるけど、イニットオンリーがつく場合はどれだったかな。これですね。このイズイニットオンリーというのがあるんですけど、これは例えば、パブリックスタティックリードオンリー何々みたいになっている場合は、このイズイニットオンリーがトゥルーになります。ですが、この場合初期値が代入されるだけなので、リードオンリーかどうかは重要ではないですね。はい、ということで、リテラルか否かかな。難しい。しかもですよ、初期値か、リテラル、リテラルね。仮に C シャープのソースコードで、C シャープのコード上、今、こんな風に書いてあるかどうかって話をずっとしてますよね。当初あったように、何も初期値が入っていない場合でも、C シャープの上では、というか .NET 上は、これって未初期かっていう状況はありえなくて、こいつがイントの場合は必ず0になってます。より正確にはブリッタブルタイプと呼ばれている種類の型であれば、それは全部0に初期化されているはず、あるいは参照型の場合はヌルになっているはず。なので、実はですね、 C に置き換わった場合はこれは未初期化って扱いにならないように、必ず何らかの値を代入するような式を、これを絶対出力しないといけないような気がします。ということはですよ、リフレクションで、これ今スタティックなんでね、リフレクションでこのスタティックのフィールドの値を取り出せば、そうすれば、値として、いくつに初期化すべきかがわかるってことかなと思います。これはですね、リフレクションではいつでもその値を取得できます。ちょっとね、リフレクションオンリーロードっていう方法があるんで、それで取ってるとダメなんですけど、今はそれ使ってないので、ここから、このスタティックなフィールドから値を取り出せば、それがちゃんと取れます。それは、リテラルかどうか関係ないですね。とにかく、初期値となる値が取れるはずなので、それをちょっと取り出してみましょう。今バリューか、バリューはフィールドインフォのゲットバリュー、そしてスタティックなんで、対象となるインスタンスを指定する必要がないので、ヌルみたいな感じでやると、これでこのバリューはオブジェクトになるんですけど、ゲットバリューがオブジェクトなんで、で型が指定できないのでバリューになるんですが、これで初期値が取れてます。なので、この後の、イニシャライザーの出力のところで、この値を出力すればいいと。いや、これなぁ、みたいな感じなんですが、イニシャライザーイコール、ストリングフォーマット。ここで、イコール0みたいな感じにし、このバリューを出力させると。で、これは、ここ難しいね。これ難しいね。バリューの型って静的には書けない。要するにここで例えば、ロングとか書けないですよ。なぜならば、この
フィールドのフィールドタイプが何型か分かんないので、イントだったらイントにキャストしなきゃいけないし、ロングだったらロングにキャストしなければいけない。そしてそれはできないっていうことと、何を言ってるかというと、じゃあ例えばロングの値が取れた場合で、しかもこのバリューがすごいロングのでかい数字を表している場合、これってこれじゃダメで、ここの後ろに LL とかつけなきゃいけないわけですよ。あー、そうですかみたいな。どうしようかな。あと今んとこそれが問題になってるのはここだけかな。いや、将来もそういう、なんていうんです、初期化式でかつ数値型でっていうような可能性があるかどうか。もうちょっと言うならば、ここで取り出した このフィールドが示しているこのフィールドタイプですね、これが参照型を表してるんだったら、ここってヌルって出力されてほしいですよ、イメージ的には。あの C 言語の上ではヌルっていう表現がないので、ヌルポインターとかになるのかもしれないですけど、まあちょっとまだわかんないですけど、それに合わせて出力される方法を変えなければいけないですね。しかもリテラルとしてどう表現されるのかっていうのは細かい話だな。そういう多分 UTTs に最終的に持ってった方がいいような気はするんですが、とりあえずイメージ的にはこういうこと。いや、もっといい方法があるかな。わからないかな。いや、わかるわかる。バリューがロングだったら、こういう感じ。バリューがロングだったら、イコール、イコール 0LL でバリューを出力する。そうじゃなければ普通にバリューを出力する。こういう感じですかね。で、これを、これって LL とか、いいか、まだあのイント64のサポートやってないんでいいかな、とりあえずこんで。あのイント64の場合ってここって ULL なのかな、ちょっとそのあたりが気になってます。なのでバリューの型をロングの場合は LL、U ロングの場合は ULL とか出力しなきゃいけないかもしれないですね。そのあたりがちょっと気になったんですが、今それを判断しなくてもいいような気がするので、置いておきます。もうちょっと言うならば、これ、なんか、なんでかな、こうですね。もうちょっと言うならば、先ほど言ったように、ここから得られる値が参照型の場合、ヌルが返ってくる可能性があるんで、ヌルだったら、ここをなんかヌルを表現するなんかの値で出荷しなければいけない。今のところ参照型をどう扱うかは決めていないので、今ここでそれが表現できないので、まあしょうがないと。じゃあ、それも、直し忘れがあるといけないので、アサート入れておきましょう。バリューは、少なくともヌルではないことというふうにしておきますか。はい。もうちょっと、まあ、細かくね、やろうと思えばできますけど、まあ、これは、直し忘れ防止のためなんで、まあ、これでいいと。はい。これでイニシャライザーが決定できたので、それに従って、定義を出力すれば、初期値が入るはずですね。じゃあ、これを実行してみましょうか。ここでテストの実行。選んでました。なんだ。そうか。フィールドインフォを返すことにしたのはいいけど、中身がフィールドインフォになってないですね。ごめんなさい。これは、エントリーバリューを変えればいいかな。スタティックフィールズ。ここですね、タイプになってるのをフィールドインフォを返すような感じに変えます。辞書ね。辞書のバリューをフィールドインフォに変えます。とエラーになってるか。ここはあれですね。フィールドインフォメーションに入れるんじゃなくて、もう、これを、エントリーのバリューをそのまま返す感じですね。こういう感じ。これは、もうちょっと言うと、辞書にあるんですよ。バリューズというやつが。これを返せば OK ですね。
はい、それから、なんか1個エラーが出た、あ、これか、アントスタティックフィールドしたときですね、ここは、ここはもうフィールドインフォをそのまま渡してもらう。こんな感じで。念のため、ここでアサートもしておきましょうか。はい。で、スタティックフィールドは少なくともスタティックじゃなければダメですよと。で、これが取れたら、ここの中で、シンボル名と、タイプみたいな感じで出す。このシンボル名は常に、同じになるはずですね。合ってるかな。合ってますよね。同一のフィールドを参照してたら、その、フィールドの FQN は常に、常に1位になるはずですね。なるはず。あ、じゃあですね、辞書じゃなくてもいいですね。ここが、あ、これじゃない。スタティックフィールド。これは辞書じゃなくてハッシュセットでいいですね。で、フィールドインフォをそのまま、ハッシュセットとして格納するというふうにしておきましょうか。そうすると、まず返すところは、もうこれをこのまま返せば列挙が可能になる。それから、アットしてるところは、ここはもうなんかこの辺の、なんか一度取得してとかやらなくても単にアットすればいい。こういう感じですね。あ、簡単になりましたね。よいしょ。はい。ハッシュセットに対するアットは、なければ追加されて、true が返ります。これ、戻り値ブールになってますね。なければ true になり、すでに存在すれば false になります。ですが、まあ、それは使わないので、そのまま無視する感じにしときますね。お、できたじゃないですか。これでいいかな。じゃあ、もう一度実行します。あ、まだやってます。あ、そっか、呼び出し元を直すの忘れてました。アットスタティックフィールド。ここで、このフィールドを直接そのまま、格納しますと。で、これ、まあちょっと、名前を生成してからと思ったんですけど、もはやその必要はないので、ここで取得した直後にもうすぐに、登録しておきますと。はい。これでいいかな。で、実行します。はい、来ましたね。で、これの中を見ると。おう、あ、スペースがちょっと入ってないですけども、あ、しかもちゃんとあれですね、イント32の方は単に1を代入してる。イント64の方はちゃんと一応 2LL を代入してますね。ああ、いいですね。これじゃあ、まあ、一応スペース直しておきますか。スペースは、コンバーターの、あ、これですね。ここにスペースがないので追加しておきます。こんな感じ。で、もう一回ここを実行します。で、ソースコード。はい、スペースも追加されましたね。じゃあ、これをそのまま C のコードに持ってって、で、正しく3が返ってくるかどうかを確認するという流れですね。これ。ここに上書きします。そうすると1と 2LL になってますね。この状態で、メインを実行します。はい。3になってますね。はい。3になってます。ので、このまま実行してもアサートを起きずに無事終了と。はい。できましたね。じゃあ、
これを、コミットしておきます。なんだっけな。やったことは、コンバーターの方で、そうですね、サポート、タイプイニシ、イニシアライズド、タイプイニシアライズドバリュー、フィールド、カッコスタティックフィールド、アンド、イニシャライザーエクスプレッション。まあ、こんな感じかな。はい、コミットします。プッシュします。タグもつきましたね。シャープ6の。はい、今日はまあここまでですね。この後なんですけど、スタティックな、メソッドとフィールドが実現できました。じゃあいよいよ、インスタンスを持っているバリュータイプ、まあ、構造体に対して、どんな風に、C のソースコードを生成すべきか、対応すべきかっていうことを詰めていくっていうのを次回以降やろうと思います。ちょっと難しいですね。なんか今までは全部スタティックです。そしてスタティックに対応するものは単にスタティックな関数が出て、それからスタティックな、フィールドですね。で、しかもスタティックなフィールドって結局単なるグローバル変数だったと。だからグローバル変数をそのまま重複しない形でどうやって出すか。そしてまあそれのイニシャライザーをまあ出力できればそれでこと足りたと。インスタンスが存在する場合、まず一つは、このフィールドですね。インスタンスフィールドはどうやってC 言語上で保持されるべきか。まあこれはヒント的にはC 言語上でも構造体を定義することになると。構造体を定義するってことは、まあなんか、C 言語もね、ストラクトって書きますけど、ストラクトなんとかみたいな感じで、構造体を定義する。構造体のメンバーは、まあ、これですね。この辺が、スタティックないですけど、この辺のものが、列挙できれば、もちろんリフレクションで列挙できるんですけど、列挙できれば対応する構造体はなんとなく作れそうな感じですよね。で、それに加えて、メンバーメソッドですね。スタティックではないメンバーメソッドがどのように出力されるべきか。でも、C には構造体はあるけど、構造体の中に、メンバーメソッドは持てないですね。メンバー関数といったらいいのか。それだと C++ になってしまいますよね。まあ、果たしてそのあたりをどういうふうにすべきか。まあ、ちょっと考えてる方法はあるんですけども、まあそれはまあ今から話してたらどんどん時間が経っててしまうんで、まあ今回はここまでにして、次回はそんな課題が待っているという感じですね。ということで、今回はこれで終わります。また次回のよろしくお願いします。